平野仕様のテレビ CM 消滅、インスタグラム400万人の舞台裏。2023年9月11日、平野仕様のインスタグラムのフォロワー数が401万人を突破しました。ジャニーズ事務所を退所してからわずか数ヶ月、そのインフルエンスはますます拡大し続けています。新たな投稿がアップされるたびに、2万人以上のファンが熱心にコメントを寄せ、 その反応は賛否両論です。これは平野仕様の人気が未だ健在であることを示す証拠でしょう。しかも企業や広告代理店に影響力のある Z 世代のファンが多いのが平野の強みです。と広告代理店関係者は語ります。しかし平野仕様のファンたち、特に ティアラとして知られるキングプリンスへの熱狂的な支持者には最近異変が起きているとの声が上がっています。ジャニーズ事務所の性加外会見後キングプリンスへのファンであるティアラたちの怒りと不満が爆発しています。彼女たちは平野、キシユータ、ジングジユータの脱退とジャニーズ事務所からの退場発表後、レコードを支え続けました。 昨年11月に発売された月読み、彩りはユニット初の100万枚超えを達成し、ファーストシングルシンデレラガールも発売から5年をかけてミリオンヒットとなりました。ティアラは東山のりゆきや井ノ原義彦らによる9月7日の会見後に、藤島ジュリー恵子前社長や命ノッチが金プリの5人に誠実に対応していれば、 分裂も退場もなかったと主張し、演者の声を発信しています。と、ファンコミュニティ内での感情は高まっています。さらに、平野仕様のテレビ CM が消失したことも注目を浴びています。これまで P&G 社のパブリーズ CM には、平野が出演し、ジャニーズ事務所を退場した後も CM が放送され続けていました。 これは、外資系企業はジャニーズ事務所に忖度しない、との評価を受けていました。しかし、8月25日になると、何わ男子の道江俊優が平野に代わり出演。さらに、ジャニーズ事務所の性加害問題に関する特別チームの会見が行われ、その4日前に、ジャニーズ事務所の性加害が認められたことから、ティアラの怒りが爆発しました。 広告代理店関係者はこう述べています。平野から現在のキングプリンスへのメンバーである長瀬角と高橋山に代わるなら、ティアラも納得したでしょうが、藤島前社長のお気に入りとされる道へにスイッチしたのですから、ティアラの怒りに油を注ぐことになりました。 P&G 社のアリエール CM に出演する菊池風魔と生田ーマはコミカルな演技で評判を読んでいます。彼らのオーラと努力により商品の知名度も上昇しました。一方でジャニーズ所属タレントを一斉に切る必要はないでしょうが、やめジャニの平野仕様にも同じことが言えるのかもしれません。平野仕様の今後の活動に対するティアラの反応や 彼のテレビ CM 出演の行方が注目されています。一方で、ジャニーズ事務所の性加害問題についての対応や、それに伴うファンの感情も、今後の展開に大きな影響を与えそうです。結論。平野仕様のインスタグラムのフォロワー数が400万人を突破したことは、彼の圧倒的な影響力と人気を証明しています。 Z 世代を中心に多くのファンを抱え、その存在感は依然として強力です。しかし、最近のジャニーズ事務所の性加害問題により、彼のファンの中にも不満や怒りが渦巻いており、特にキングプリンスへのファンである、ティアラ、たちからの反発が顕著です。 ジャニーズ事務所を退所し、個人としての活動を本格的に始めた平野仕様にとって、これからの展望が重要です。彼のテレビ CM 出演の変化や、ファンコミュニティとの関係修復に向けた努力が注目されます。また、ジャニーズ事務所全体にとっても、性加害問題への対応が、今後のイメージと信頼度に大きな影響を及ぼすことでしょう。 一方で、P&G 社のアリエール CM に出演する菊池風魔と生田東馬は、その演技力と魅力で商品の顔として成功を収めています。これは、ジャニーズ所属タレントが異なる商品の広告に出演する際に、適切な配慮と選択が必要であることを示唆しています。平野氏用とジャニーズ事務所は、 今後のイメージ向上とファンの信頼回復に向けて様々な課題に直面しています。これらの課題に対処し、ファンとの絆を強化することが成功への鍵となるでしょう。その一方で、広告業界においてもタレントの選択と配慮が企業のイメージと商品の成功に大きな影響を与えることを考える重要な教訓と言えるでしょう。